皆さんお疲れ様です。今回は八王子様の毒針に侵されてトリプになった人たちを紹介していきます。それではどうぞ。八王子は本坊に対して不意打ちやチートを使わず正面から戦いを挑んでいるのも、愛する瑠璃子の希望を目の前で粉砕したいだから、まあ歪んでて最高だよね。八王子は仮面ライダーと同じシステムを使って変身するし、その時の合図がチェンジのマジレシに入れた、ああ、いう外しやらせたらあんのは天体一品だよ。原作のフェンシング対決を本案して手ほど募ったヤクザとの戦いにする庵野のセンスに白目向いた。八王具は周りに女戦闘員が多かったり、変身時に部下を吸収したり、変身時の掛け声があったり、ルリルリとの関係だったりなんかやたら細かくて、キャラも立ってたから好きだった。今風のライダーのキャラっぽい感じはした。八王具戦の批評少ないけど、残像しか見えない表現好きだったわ。八王具がおっぱい出してるってな。八王具好きすぎてやばい。あのマスクの目つきにツインテはもはや犯罪では。これ含めて何人かは絶対死んでる。人間体の名前がヒロミで、結構連呼されるのもやばかったよね。八王具がヒロミって名前だけど、オリジナルでルリ子の親友役がヒロミだったな。ヒロミはルリ子を泣かせたいって言ってたけど、ド S 的な意味でなく、ルリ子にもっと人間的に来てほしいってことで言ってたよね。ヒロミもルリ子も互い友情を感じてたよ。思想が決定的に違っただけで。映画見る前は浜辺美波可愛いと思ったけど、見たあっちだとヒロミさんというか八王具が推しになりました。昔を知ってるだけに西野七瀬ちゃん立派になって、もう父親の気分です。演技もアクションも良かったと思います。八王具の一面は全て好きです。最後泣きそうになりました。てかすごい映画でした。疲れた、褒め言葉。急にハンドルを揺りに切ったので、どうしたって困惑がやばかった。好きではある。八と長澤まさみチェンジで良かったんじゃない。八の役相当上手くないときついやろ。八が長澤だったら可愛くない。痛いおばさんになってたけどやだ。ヒロミちゃんとルリルリのことしか考えられなくなって、途中から二人の昔話の脳内上映始まっちゃったんで、後半の記憶がありません。どんなストーリーだったんですか？マジで八王子様の美女が好きすぎる。仮面ライダーと表裏一体なのさすために、ライダーっぽいメカメカしいマスクなのにボディは和装、そんでもって八女のレッキアを刀に変更してる。マスクはデコに八の衣装があって、八のような血に八女のふわふわをツインテールで表現してる。もうこれエロだろ。個人的な願望だけど、ルリルリとヒロミの関係性にもっとはっきりこの愛憎劇を見てみたい。ルリ子さんへの私のせいで悲しくなって傷ついて切なくなってがあまりにも恋の文脈をしている。会話ではだいたいルリルリと呼ぶのに、胸中を叫ぶときはルリ子なのよすぎる。人間体における可愛さ、変身後のかっこよさがそれぞれ立ってて最高だったな。和装と機械的なマスクの組み合わせ大好きです。八王具様がキャラやツインテールが羽という秀逸なデザインで総合的に好き。八女の今やったらギャグになりそうなタイツスーツのデザインを人形のタトゥーのような解釈に落としていたのがかっけーってなった。八王具だけが唯一王具の中でも普段はプラーナを放出した状態で生活し、なおかつ仮面を外しているというのは、それだけ特別な位置づけの存在だったと解釈していいことなんだろう。片出し八王具様がエロくてプラーナ強制排出してしまう。お前ら八王具様に刺されすぎ。ということで今回はここまでです。総括すると八王具様はエロい。それでは失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。